ポール・マリナー、ポール・マリナー、ポール・マリナー、1953年5月22日イは、イギリス、ランカシャー出身の元サッカー選手。1970年から80年代にかけて主に、プリマス、イップスウィッチ、アーセナルとイングランド代表でセンターフォワードとしてプレーした。現在は、ベーム・エル・エスのニューイングランドレボリューションのアシスタントコーチを務めている。 マリナーはリーグ非加盟のクラブでアマチュア選手としてのキャリアをスタートさせ、1973年にプリマスと契約を結ぶ。チョーリーで135試合56ゴールを記録し、名称ボビー・ロブソンの目に留まり22万ポンド、当時でイプスウィッチに移籍。この時、マリナーはウエストハムからも似たようなオファーを受けていたが、イプスウィッチを選択。 1976年9月にクラブでデビューをし、典型的な9番タイプのポストプレイが得意で点も取れる選手としてチームに馴染む。マリナーは足元の技術も優れていたため、ターゲットマンとしての役割のみならず、サイドに流れて起点になり、自らゴールを決めることもできた。イップスウィッチでの活躍が認められ、入団から6ヶ月後に行われたイングランド対、 ルクセンブルクとの試合でサブとしてデビューを果たした。続くイギリス選手権で抜きたアイルランド戦ではスタメン出場をしたが両試合とも得点を上げることができず続く6試合には召集されなかった。このシーズン、イップスウィッチはリーグ3位で終え、マリナーは28試合10ゴールという成績を残した。 その後マリナーの代表召集の声がかかったのは1978フィファワールドカップアルゼンチン大会予選でのルクセンブルク戦だった。絶対勝利が条件だったこの試合でマリナーは1ゴール上げ、2から0の勝利に貢献。この時代表にはマリナーの他にスチュアート・キアソンやボブラッチ・フォードといったターゲットマンが代表にいたが監督のロングリーンウッドはその中でマリナーを恩でおく。 使っていた。同じ時期、マリナーはクラブで複雑な心境だった。個人的には37試合で11ゴールを記録していたのだが、チームはリーグ18位と低迷していた。しかし、FA カップでは、ウェンブリーでの決勝でアーセナルを1から0で破って優勝している。マリナーはこの試合で、アーセナルディフェンスを本動する活躍を見せたこともあり、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。 1979年は1年間通して代表に招集されなかったが、クラブでは33試合で13ゴールの活躍を見せた。マリナーの代表6キャップ目が刻まれたのは5キャップ目からちょうど2年が過ぎたウェールズと試合だった。この試合でゴールを決め、チームは4から1で勝利を飾った。その後も UEFA 欧州選手権1980。 イタリア大会前の親善試合でオーストラリア相手にゴールを決め予選には不出場ながらも大会のメンバー入りを果たした本大会では初戦のベルギーとの1の1で終わった試合には出場しなかったがグループリーグの残りの2試合には途中出場イタリアに負けスペインに分かったがイングランドの敗退が決定 クラブと代表ともに好成績を残し、1980年には、イプスウィッチで41試合17ゴールを記録した。1982フィファワールドカップスペイン大会に、向けイングランド代表は4-0でノルウェー相手に予選の初を飾り、その試合でマリナーは25メートルの距離からのミドルシュートを決めた。続くルーマニアと1-2で敗れた試合には、招集されなかった。 一ヶ月後のスイス戦でグリーンウッドはマリナーを呼び戻し、この試合でマリナーが先制点を決め、チームも2から1で勝利を収めた。1981年シーズン、その年36試合で13ゴールをマークしていたマリナーのイプスウィッチは3巻を目指して戦っていた。しかし、リーグではアストンィラに軍配が上がり、FA カップでも準決勝でマンチェスターシティに、 敗れてた。一方、UEFA カップでは、グループステージで2ゴールを決め、サンテティエンヌと対戦する準々決勝まで導いた。そのファーストレグでは2ゴールを決め4から1の勝利をもたらし、続くセカンドレグでも1点を決めてチームは駒を進めた。その後も準決勝を順当に勝ち上がり、AZ アルクマールとの決勝のファーストレグでも点を決め3から0で勝利をものにした。 結局トータルスコア5から4でセリ勝ち、優勝を経験した。数週間後、マリナーは代表に戻り、ワールドカップ予選を戦うが、スイスに敗れ、ハンガリーに新勝し、ノルウェーに敗北を喫し、これによりイングランド代表のメジャー大会の3大会、連続不出場が確実となった。しかし、奇跡的に混戦したグループであった結果、 最終戦でハンガリー相手に勝利を収めれば、本大会に出場できる条件となった。その試合でマリナーはゴールを決めチームは1から0で、ハンガリーを破ることに成功した。同時にワールドカップ本大会出場も決まった。続く数ヶ月は、両アキレス腱の怪我によって、プレイ時間は限られ、クラブでは25試合で8ゴールに止まった。しかし、 ワールドカップ前の新前試合5試合で4ゴールを記録した。本大会でも初戦のフランス戦のスターティングメンバーに選ばれた。その試合、ブライアン・ロブソンのゴールで2から1でリードしたイングランドは、さらにマリナーのダメ押しボレーで加点し3から1で勝利を飾った。このゴールで代表通算22試合11ゴールとし、1試合おきに1点という決定率を有した。 さらに、このゴールで、代表6試合連続ゴールとし、ジミー・グリーブスの記録に並んだ。その後、大会中マリナーはゴールを奪えず、2試合連続のスコアレスドローで、第2ラウンドで、イングランド代表は姿を消した。大会後、イップスウィッチで監督を務めていたロブソンが、代表監督に就任し、UEFA 欧州選手権1984。 フランス大会予選でもマリナーを使い続けた。イングランド代表の予選での成績は振るわなかったが、マリナーはハンガリーとルクセンブルク相手に2試合連続ゴールを決めている。これが彼の13ゴール目、そして最後のゴールとなった。次に代表でプレーした時にはアーセナルの選手になっていた。ガンナーズ、アーセナルの愛称は1984年にマリナーを イップスウィッチから15万ポンド、当時で買い取っていた。すでにマリナーは31歳だったが、アンセナルでは最後の15試合で7ゴールを記録した。しかし、年齢には勝てず、1984から85、シーズンは41試合で9ゴールと振るわなかった。マリナーは、その後代表で2キャップを刻むが、マーク・ヘイトリーという長身だが、 スキルフルな選手にポジションを奪われることになる。ヘイトリーはマリナーに代わって、東ドイツとの親善試合に出場し、その次の 1986FIFA ワールドカップメキシコ大会予選のルーマニア戦が、マリナーの代表35試合目で最後の試合となった。その頃クラブでは、出場機会が減り、1985から86、シーズンは9試合にとどまった。 そして、1986年夏に新たにアーセナルに就任したジョージ・グラハムがマリナーをフリートランスファーで放出したアーセナルでは通算80試合17ゴール。マリナーはその後ポーツマスと契約し2シーズンを過ごした。プロとしてキャリアを得たのはナクサー・ライオンズ15試合3ゴールでアマチュアクラブである地元のチョーリーとベリータウン FC に戻った。 引退後、マリナーは、サッカー評論家として、BBC ラジオで活動し、サッカー選手専門のマネジメント会社を立ち上げる。アメリカでアップするのアルバニーキャピトルズの監督を、勧められるが、17試合に出場し、思わぬ復帰を果たす。選手としては1992まで、サンフランシスコ米ブラックホークスでプレーし、10試合出場、再度引退。その後、 本格的な指導者の道を歩み、1993年にアメリカから少年サッカーコーチングに優れたクーバーコーチングをトムバイヤーに紹介。日本のユース育成に一役を担う。一度母国のボルトンスクールの監督を務めた後、アメリカに戻り SC デルソルでユースチームの監督を務め、ハーバード大学のアシスタントコーチを経験。現在は、 ニューイングランドレボリューションで、元リバプール、元スコットランド代表のスティーブ・ニコルの下で、アシスタントコーチを務めている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。